この授業では、えー、どんなものが電気をよく通して、どんなものが電気をよく通さないかということを研究して、えー、電気を伝えるものはどんなものがあるかということについて勉強することにします。えー、あなたは、えー、どんなものがよく電気を通すかということを、えー、この実験を通して考えながら、えー、進めていってください。えー それでは、えー、問題に入りたいと思います。電線の途中に、えー、一円玉を入れることにします。えー、一円玉は皆さん、えー、よく知ってるかと思いますが、えー、お金の一円玉です。で、これに、えー、ここにこう、挟んで、えー、実験してみることにします。さあ、一円玉は電気がつくでしょうか